皆さんこんにちは。ミュゼちゃんパーソナリティの中村真理子です。ミュゼのお姉さんに聞いてみた。この動画では全国にあるミュゼのサロンで実際にお手入れをされているサロンスタッフ、ミュゼのお姉さんに様々なお話を伺います。今回はですね、大阪府にあるグラン天王寺アポロビル店店長さんにお越しいただきました。店長さん、お願いします。お願いします。グラン天王寺アポロビル店で、お仕事をさせていただいてます。勤続は10年くらいミュゼに勤めてから経ちます。ミュゼで働かれて10年。はい、10年って聞くと長いんですけど、でも本当に勤めてから今日まであっという間に感じます。今こう働かれていて、はい、お客様とのエピソードとかありますか？やっぱりエステサロンがたくさんある中で、以前担当させていただいたお客様なんですけれど、トラウマがあったのか、長年どうしようかな、でも行きたいなと思って店にご来店くださったんですね。でその中で1時間もお話をさせていただいて、お客様と一緒に新しい箇所をまた綺麗にしたいということでスタートしていただけたんですけれど、後日メールですごく不安だったけど話してみて、あ、やっぱりやりたい、来てよかったなって思いましたっていう感謝の気持ちをいただいた時に、その場じゃなくてわざわざメールでいただけたっていうこともすごく嬉しかったですね。カウンセリングっていうのは本当に悩みを持ってどう打ち上げたらいいかなって思って足を運ばれる方が多いと思うので、多分今この動画を見てくださってる方々もミュゼ行ってみたいけどどういう雰囲気なんだろうっていうくださってると思うんですね。なので多分そういった声を聞いたら、あ、私も行ってみたいって多分思ってくださると思います。悩み解決に向けてこうじっくり寄り添って普段やってくださってるわけですもんね。はい、もう細かくヒアリングはさせていただいてます。やりがいとか達成感ってそういった時に感じますか？もちろんです。最初やっぱり緊張されてると思うんですけれど、だんだんと自分からこうお話をしてくださったりとか、雰囲気が変わって表情が変わっていくと、お客様と話してよかったなっていう風にいつもカウンセリング終わる頃にはお互い笑顔で終わることができているので、はい、すごく嬉しいです。私も経験上そうだったんですけれど、最初自分のお肌を見せるってすっごく恥ずかしいことで、悩みをこう誰かに打ち明けるってとっても勇気がいることだと思うんですけれど、その一歩を踏み出していただければ、私たちしっかり、安心して通っていただけるように、一緒に悩みを解決する方法を考えていきたいと思うので、ぜひ楽しみに来ていただければと思います。グラン天王寺アポロビル店でお待ちしております。ぜひお越しください。サロン選びの決め手は、ご相談から脱毛卒業まで。次回のミュゼのお姉さんに聞いてみたは、静岡県浜松市にあるエンテス百貨店店長さんにお話を伺います。